どうもこんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いいたします。さあ今回もですね、2パート連続でプレイしておりますので、前回のコメントは反省じゃないよ反映できませんが、あらかじめご了承ください。さて、今回は皆さん、いよいよ明日最終セレクションですね。今日まで、修行してきました。バイオリンを奏でつつね、もう寒さで口も今まで以上に回りませんが、じゃああとはもうね、寝て本番を待つのみというところですね。じゃあ寝ちゃおう。おやすみなさい。さあ寝坊しないでね。サボらず来たな。えらいえらい先生。ステージはいつも1回限りだ。同じ場は二度と来ない。はい。俺からお前さんにかけるべき言葉は何もないよ。だから悔いのない演奏を期待している。良いステージを。会場で聞いてる。精一杯やってきなさい。ありがとうございます先生。ところで背景のよく見たら校舎ものすごく横に広いんですね。今更気づきましたけど、窓掃除大変だ。お前にとっても我が輩にとっても素晴らしいコンクールになることを期待しているのだ。音楽は全ての存在のためにあり、全ての存在が音楽なのだ。なんだこれ、なんだこれって言っちゃったけど、人が全ての存在が幸せに気づくために。さあじゃあ準備だね。準備まずは楽曲はハンガリー舞曲だね。で、夢の後にの、そうそう、解釈 D を150まで上げると、で、それで、最終セレクションを臨むと、金沢先生の特別な何かが見られるというコメントもありましたが、ちょっとね、これはできませんでしたね。すいません。さあ、ハンガリー舞曲集第2番の解釈 C、合ってるね。ハンガリー舞曲第2番、解釈 C、上達度100、キーワード1個、押さえてる。OK。で、制服じゃなくて、青のファンタジック。で、髪飾りはこれでいいんだよ、確か。金巻きで、アクセサリーはスウィングファーだね。スウィングファーだ。はい。わ、すごい、なんか本当にエキゾチックな感じね。これでいいかな。よし、さあ行きましょう。ラストですね。何番目だっけ。あ、また鳥か。よし、じゃあ今回も全部ちょっとじっくり見ていく感じでね、他の人の演奏も楽しんでいきましょう。あんま喋らないかもしれません、ここから。さあ、行こう。さあ、ついに吹奏楽院コンクールも最終セレクションを迎えました。今回のテーマは、挑むべきもの。果たしてこのまま決まるのか、それとも劇的な逆転優勝があるのか、すべてが決まる最終セレクションが今、始まります。これ、湯気っ子を抜かすには、ねえ、5、6万ポイント一発でここで取んなきゃいけないんじゃない。さあ、まずは日原先輩。
うこともありましたね。いや、これはいいんじゃないですか。これなかなか上位に食い込むんじゃないですか、ヒカルちゃんか。さあ、続いては、はい、ユノキ先輩、ポロネーズ、ボロネーズ。おー、さすが、はい、ユノキ先輩でした。まあちょっとね、思い出のシーンが最後見られないのがちょっと残念ですけどね。さあ、次は、はい、ウユミさん、幻想小曲集第3曲。さすがですね、ふゆみさん。なんだかんだで、ね、やりこなしますね。さあ、清水くん、ひばり。一番なんか動きのある、ね、曲だったかな、清水くんの選んだ中では。はい、
パガニーニの主題による変奏曲だって。こんなイケメンだったらモテないはずがないですよね。土浦くんでした。いい笑顔。さあ、お、月森くんもひばり。思い出しやった怒られた。おお、これは清水くんのひばりとこうつけがたいんじゃないですか。はい、決まってる。さあ、真打ち登場です。いよいよ。はい、綺麗な湯気子のハンガリー舞曲集第2番解釈集。先生見てくれたかな。すごい、花火上がってる。誰だ。セレクション中の花火はご覧ください。お、 V 字を描いてる。お、笑顔。これは決まったところ一番良かったんじゃないですか。ね、聞いててもよくやってるけど。
さあ、全員の演奏が終わりました。いよいよ準備発表です。最終セレクションの栄冠を手にするのは誰でしょうか。それではまず第3位からです。さあ誰だ。3位は、おお、湯ノ木くんでしたね。入賞おめでとうございます。ゆえこの一生派手だな。さあ続いて第2位の発表です。2位は、おお、月森くんでした。頑張りましたね。おめでとうございます。さあということは、いよいよ優勝の発表です。優勝は、はい、ご存知、はい、これはすごいことになりました。カタルヘナ・ユエコさんはなんと驚異のセレクション全制覇を達成してしまいました。おお、やった、やりましたよ。はい、得点、あれみんなどうしたの。みんなちょっとポイント落ちちゃってるぐらいですね。はい、こんな感じか。はい、ユエコ903ポイント。さあ、総合順位か。さあ、いよいよ総合順位の発表です。4回のコンクール順位を総合し、真の清掃学院ナンバーワンが決定します。それではまず総合第3位からです。総合3位は、ユノキ先輩でしたか。優勝おめでとうございます。若干デッキレース感あると。さあ、続いて総合第2位の発表です。2位は、おー、主人公格の月森くんでしたね。頑張りましたね。おめでとうございます。さあ、いよいよ総合優勝の発表。これでゆえこじゃなかったら大変。はい、そうですよね。総合優勝はカタルヘナ・ゆえこさんです。清掃学院コンクール総合優勝に輝くのはカタルヘナ・ゆえこさんでした。おめでとうございます。やった、達成した、達成しましたよ皆さん。はい、どう？優勝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 。あ、月森くん最後追い上げましたね。頑張ったという高みの見物だけど、やりましたね。パーフェクトです。ご苦労だったのだ。これでコンクールは本当に終わったのだ。お疲れ様です。お前は本当によくやったのだ。我が輩は感動した。総合優勝とは恐れ入ったのだ。ねえ、まさかできるとは思わなかった。お前を見出した我が輩の目に狂いはなかったのだ。素晴らしいのだ最後の演奏は特に冴えていたのだ、よかったよね。本当にお前は素晴らしい音楽の道を歩き始めたのだ。きっとあのバイオリンもお前がコンクールを無事終えてほっとしているのだ、うん、進路どうしようか。あれは最後までお前のことを心配していたのだ。ほうほうほう。さ、これからが始まりだ。新しい音楽を奏でる時が来たのだ。なんだ、ワクワクしますね。やっぱり初めて見るこのエンディングになるのかな。これから初めて見るこの終盤のこの展開ね、ドキドキしますね。我が輩はお前がこのコンクールで何かを得たと信じている、うんうんうん、さあ自分の音楽を試すのだ。お前の音楽が本当に人の心に届くかどうか。何をするの。曲は渡してあるだろ。我が輩がお前を風の元へ送ってやるのだ。何何、頑張れ。ちょっと待って、何えい言われても。コンクールに参加してくれて感謝しているのだ。ありがとう。カタルヘナ・ユゲコ。我が輩たちファータは音楽を通してしか人と触れ合ってはいけないことになっている、うん、だからこれでお別れだ。お別れか。コンクールが終わった今、我が輩たちはまた姿を隠す。あ、そうか、また来年あるじゃんって言おうと思ったけど、4年に1回か。これだが我が輩は望む。音楽がお前を愛していること、それをいつも感じていてくれ。そして音楽を愛してほしい。お前のそばにいつもある美しい世界を。
アニメーションか。おっ、そして教えてくれ、お前の奇跡を。奇跡？大丈夫これ、リリーエンドってやつじゃない？大丈夫、私ただ弾けばきっと伝わるのだ。ああ。お前の相手にだけ聞こえる。なんとなんとロマンチックな展開。それがお前の奇跡だ。はい、さあ弾いてくれ。お前の心を奏でる愛の挨拶を。すみません、報道部です。コンクールについてエンディングだ。コメントをお願いします。エンドロールだ。総合優勝をした人についてどう思いますか？俺には何も言うことはないよ。誰もが聞いて感じただろう、あの奇跡を。そりゃ奇跡だろう。ズブの素人があんだけ弾けるようになってたらさ。俺は飛べ我が思いよ、金色の弦に乗ってという心持ちだがな。コンクール全体について今はどんな風に感じていますか？たまたま担当になっただけだと思っていたんだがね。これだから生徒は怖いよ。ある日急に上手くなる、こっちはついていけないって。このコンクールではその変化に不意打ちされたという感じだったな。今はこのコンクールが俺の運命を変えたように思う。人生の転機っていうかさ。いや、お恥ずかしい。運命を信じるにはもう年が行き過ぎたはずだったんだがな。では現在の心境について教えてください。さて、面倒な行事の担当からようやく離れられるってのは嬉しいっちゃ嬉しいね。あとは人としてやるべきことをきちんと終わらせる、そして始めさせるってとこだな。なんかまだ途中だけどジーンときますねこれ。ん？おいおい、教師に質問してどうすんだよ。俺は用があるんだよ、別のやつに聞けよ。じゃな。あ、ちょっと待ってくださいよ。来てくれたよ先生が。カタレーナって。まあそのなんだ、恋愛ってのは慣れだな。慣れですか？時が経てばそれだけ関門に鈍るっていうかさ、リハビリがいるわけよ。妙に照れくさいというか、久々だからガキみたいに混乱しちまうというか。お前だって思い知ったよ、恋を失っても生きていけないことはない。先人もそうだったし、俺もそうだ。そして恋は二度と自分に訪れないというわけでもない。まあそんな話はどうでもいいか。お前さんは生徒で、俺は教師ってのはあと何年かは変わらない。うん。だから言葉にしちゃダメだぜ。そうだね、確かに。思いを音に託すんだ、わかるだろう。思いを音に託し中だね。お、振り返った、懐かしい。パート1ですね。はい、リリーと出会ってハンマーと思ったらハンマーじゃなかったってやつね。はいはい、走って見つける。そう、実は体育会系だったこのゲーム。クイミーさんはいい子だね。拍手して、はい、先生と出会いました。
家みたいな感じだけど、はい、最初かなこれね、優勝しましたねこれ。あ、いろいろ振り返るわけだ、こうやって実際のシーンかなこれこれは一体何の思い出だろうさっきからずっと冬美さんばっか見てる、走り回るんだね。でまた先生が出てくる、はい、ちょいちょい挟んでくるね、節目節目で、はい、で第2回かな、うん、これも見事優勝しました。さあまた走り回る、そうセレクションが終わったら走り回らなきゃいけない、うん、大崎先輩こんにちはっていう、ね、あ、怖かったねこれ、初めてじゃないか、街かこれ。さあこのぐらいからね、先生のイベントが増えてきましたね。さあそしてもう不動だね、ここまで来ると安定の優勝であると。でまた走り回るまた走り回る、はい、かわいい、冬美さんばっか見てるね。そして総合優勝してしまうと、タバコ臭いのは嫌いかもしれんな。今まで考えたこともなかったが、聞いてみた方がいいんだろうか。まあとりあえずいいか。そんなことよりもっと話したいことがあるような気もするし、言葉はいらないような気もするし、秘密は口に出しちゃいけない。だから何度も引きにおいで。よう来たな。ま、せっかく来たんだ、引いていけよ俺のためにさ。俺がお前にしてやれることよりお前が俺にくれるものの方が大きいから、せめて俺はいつもお前のために時間を空けるよ、お前だけのために。おお、ひょっとしてこれで終わりかな、書き下ろしの感じの一枚絵で。おお、これは、いいかな、エンディング記念が見られるようになりました。何がエンディング記念って、これはあれですか、いいエンディングですか珠玉エンドってやつですかね。ちょっとまとまりがないけど、ああ、いっぱいなんか浮いてるいっぱい浮いてる、なんかギレンの野望のオープニングみたいだけど、思い出ちょっと見てみましょうか。あ、珠玉エンドじゃないですかこれ。タバコ臭いのは、なるほど、嫌いかもしれんな。あ、やりました。じゃあこれで珠玉エンドを迎えたってことですね。じゃあちょっともうここでね、感想とかいう感じで締めるやつしますか。いやー、終わりましたね、お疲れ様でした皆さんも、ね、本当に金曜の頃だね、始めた時はうまくプレイできるかどうかものすごく心配だったんですけれども、まあどうやら無事、総合優勝もね、最初の目標である総合優勝もできましたし、まあこうしてね、金沢先生との珠玉エンド、珠玉エンディングを迎えることができました。いやー、ほっとしたな。いやでも本当に、何も知らない状態でね、で金曜の頃だってネオロマンスゲームの中でも、まあ非常に難易度が高いという話も聞きましたので、まあどうなることかというところでしたが、本当にあの皆さんのアドバイスであったり、あるいはコメントに励まされながらここまでやっていくことが
できました、うん、こういう形でキングコルダ、ね、1回目のプレイ、エンディングを迎えることができたのも、もう一重に、この動画を見てくださっている皆さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございました。いやー、いつもねエンディングを迎えると心がねぽっかり空いてしまうんですけれども今後もね、ネオロマンスゲーム実況等しながら、これからもその光栄様のゲームを楽しんでいきたいと思っております。でその時にねまた皆さんとご一緒できたらとても嬉しいなとまたね思います。ではでは、じゃあこの辺で今回は終わりにしたいと思います。金色のコルダ1、金沢先生ルートかな、ここまで最後までご視聴してくださり本当にありがとうございました。またどこか別の場でお会いできたらとても嬉しいです。それでは、失礼いたします。さようなら。